RIS のリサっていう名前の友達が交通事故に遭って、で命にも関わる事故とかなかったんだけど、骨盤骨折と背骨 も折れてしまうっていう大事故にあって、いやそれと同時にちょっとデートしてた男の子ともうまくいかなくなっちゃって、心の傷と体の傷と負っている子がいるんです。でその事故にあったのが5月31日だったので、ここの縦線のやつの上が5本あって31で31になっていて、この形は胸と骨盤を表していて、で手術でお腹から下まで全部こう切っていて、でそれで泳ぎに行けないっていうのはすごい心配してるんですけど、でもそんなこと心配しなくてもすごい素敵な子だから絶対泳ぎにだって行けるし、今のそのリサの状況を表したいです。今はすごい痛み止めを飲んでるんだけど、でもやっぱりその心の痛みの方が今は強くて、それを殺した人がいるから消えたかない、だからペインは消えても人殺しは残ってるから、だからペインを飲みにしました。7月11日から26日まで自由が丘にあるディギナーギャラリーワークショップという場所でフェミニズムをテーマにした、ソロエキスビジョンをやります。ぜひ遊びに来てください。